はい、こんにちは。こんにちは。2週間ぐらい干したんですかね、大根は。ですな、うん、結構干されましたね。で、なんかこう、つの字に曲がればもう漬け込んでいいよっていうことなんで。なるほど、なるほど。じゃあ、まあこれを家の中に持っていって、うん、ちょっと表面にもなんか汚れがついてるんで、ざっと水で流して、こことここを落とした方がいいらしい。え、あー、さっきちょっと、うん、頭はこの硬いところとかね。なんで、これを部屋に持ってきましょうかね。了解です。はい。はい、ってことで、はい、まあ、漬物だるがこのくらいの量なんで、はい、このくらいの。何リットルそれ10だった、10キロかなんかやったっけ。なんか全部浸かると、全部入ると思いますよ。まあ、とりあえず、なんかこの辺の表面の汚れとか、あ、いや、拭っていけばいいか。拭っていけば。拭って、ここと、ここを買っていい。了解。水流していいよって気がするけどね、ダメだろ。どうなんやろか、せっかくしたの。なんか濡れ布巾って書いてあった。あ、そう。うん。じゃあいいんじゃね。濡れ布巾でって言ってくださいだから濡らしていいんじゃねって。うん、包丁で落としていきますよ。はい、こそぎ取ってやってください。おらー、お、でも見て、たくまん、たくまんっぽい。あ、ほんとだ、もうすでにやね。でも匂いはまだ大根って感じの匂いですね。おー、これはいい、これはいい、いい感じだ。楽しみだね、これは。で、今回大根の葉っぱなくなっちゃったんで、うん、あ、でもなくてもいいって書いてあったよ、あれ、うん、梨の作り方で、はい、で、逆に、うん、素人がやるとそこがカビの温床になったりするから、ない方がいいかもねって書いてありました。はい、そういうことで大根、はい、その大根を測って、うん、それに対する塩の量ね、塩とかぬかが決まってるらしいから、うん、これいろいろらしいね、濃いめにつけたりとか、うん、濃いめがいいな。市販のやつは、うん、化学の力で防腐剤とか入れてるから、はい、塩を 2% ぐらいに抑えてるし、うん、だから多分これで作って、うん、食べたらめっちゃしょっぱいと思う。あ、 そういうの入れずに塩だけで防腐しようとしたら。なるほどね、塩とかしたら、うん、ちょっと一般的なたくあんをイメージして食べたら違うかもしれないね。まあまあ、まあ、しっかりでも美味しいかな、うん、これで約2キロ、2キロ、これで2キロ、2キロか、2キロ、2キロやろ。おぉ、5ミリで高いじゃん、うん、これ3キロ、完食で。で、漬ける大根は約3キロでした。はい、塩が干し大根の3キロの 5% から 6% ほど、150グラム。大丈夫です。何グラムちっちゃいですかね。150。6% にするちょっと心配やから。そうですね、170ぐらいしておきます。うん、ちょっと、こんなもんなの。ね、少ないね。こんなもん。で、米ぬか、干し大根の15から 20% ってことは、はい、20% でいきますか。20%、はい、2、3が600グラム。600グラム。これ自体がめちゃめちゃ軽いから。うん、そうやね。こんな大量なんや。あ、そういう風に入れるの。うん、で、あとは混ぜる。へぇ、1袋600。マジっすか。マジ。あ、ほんとだ、ちょうどいい、ちょうどいいやん。で、鷹の爪1本。はい、昆布5センチ。はい、はい、昆布はい、どのくらいいるかわかんないけど。で、これに大体なんか干したリンゴの皮とか、うん、皮を入れてもいい。うんうん、なんかみかんの皮とかで香りも入れるみたいな感じで。うん、おお、よっ、こんなもんなんだ。そしてこれにビニールシート、シートビニールを敷きましょう。ぴったり。オッケー。いけよ。イエス。完全に。で、下に少し引いて。これを引く。はい。オッケー言うてね。オッケーかな。はい。
引いて、でこれをこう並べると、通にして、こんな感じで、なんか隙間なく並べるみたいな。そういうこと。あれあれ、なんて白菜と豚肉のミルフィーユ作った時みたいな。そう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 、そんな感じで、これかな。こんな感じかな。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか、これ。はい、でこれでまた米ぬかを入れて、いや、さっき八千代さんが全部入れるんじゃないのって言ったから、それぬか漬けじゃないですかって言ったらまさにぬか漬けだよね。これぬか漬けですよね、ぬか。こんなに入れるの。うん、あ、そう。俺が見たやつは下に敷くぐらいやったよ、ぬかは。でぐーっと押さえてたら、なんかどんどん隙間がなくなるって、うん、あの水分が上に上がってくる。ああ、面白いの水分だからね、うん、そう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 。なんか、たくあんをしようってわかる？わかんない。バガボンド見てない？見てない。これね、まあ、たくあんのたくあんをしようっているんですよ、はい、お坊さんが、はいはい、その人の作るたくあんの漬け方みたいなのは違う。塩が 15、6% とか書いてある、ね、めちゃめちゃ辛いやん。でももうちょっと、あ、でもいいや、これ。はい、保存食って感じないのね、本当に。全部入れていいんじゃないですかね。入れますよ。はい、ぬか漬けですね、これ。完全にぬか漬けだよね。うん。まあ。よし、OK。よし、バッて。もうちょっと慣れてますからね、俺もうね。この道長いですから、めっちゃ試行錯誤の方やんけ。いろんなサイトを見てた。OK。OK。で、蓋を置いて、おもし。汁出てきそう。ね。はい、こんな感じかな。その重しは何キロ？5キロって書いてある。5キロ。5キロ。ああああ。やっ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 。はい。で、大根の重さの、調べたら大根の重さの3倍ぐらいの重さをかけてる、うん、ということなんで。9キロぐらいね。キロ。これが5キロ。うん。あと4キロだと。4キロ。なんか、外のレンガを。そうそう。はい。人の石でも乗せて。まあ、はい、と待っていきましょうかね。はい、じゃあ1週間か3週間後。はいはいはい、あれから2週間、2週間ぐらいかな、うん、ちょっと開けてみますかね。これが噂のたくあん。うわっ、臭っ。あ、たくあんの匂い。あ、いい匂い、いい匂い、たくあんの匂い。マジ？なんか混ざってるよ、ね、キムのことに言うんだ。ほらたくあんおしょう。ほらたくあんおしょうってなんですか。たくあんおしょう。手を洗ってます。はい。え、もうあとはこう重しでこう、ほらダンベルのやつもちょうどいいぐらいかもね。水分出てきてる。どうなってんじゃ。あ、出てきてるね。でも、もっと汁出てくんかと思ったけど、このビシャーってした黄色い汁が、うん、っていうのがたくあんのイメージ。そう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 ね。一個取り出してみますよ、うん、食べてみる。ぬか漬け食べてみようか。食べてみよう。いや、でもね、いい、たくあんの匂いもしたけど、一瞬ちょっとんっていう匂いも、え、カビカビとかうんって匂いもしたような気がした。手みたいな匂いだ。いやいや、とっちゃんのほら、口の中みたいな。ほら、あ、ねえ、うん、なんか釣り具の、そうそうそう、なんかね釣り具屋さんの、古い釣り具屋さんの匂いです。でも児玉さんより臭くないね。確かに。まあ、俺よりは臭くない。乗っかった。ちょっといくらしてみようかな。いや、高級度で、うどうでけえ。うどうでけえ。もう何も言えなって。万全の体勢で。あ、湿ってる、湿ってる。お、うん、あ、出てきた。じゃじゃーん。じゃーん。それがたくあんなの。もう切ったらじゃないですか。洗おう、洗おう、洗おう。じゃあ1本、ちょっと、ま、あの大根のぬか漬けがたくあんっていうんですかね。あ、そうなのかな。いや、俺なんかそういうイメージじゃなかったからさ、これやった時にこれぬか漬けじゃんって、ただ花のぬか漬けじゃんと思ったんやけど。でもこういうのはやっぱばあちゃんにつけてもらった方が上手かったやろうね。そりゃもうシャッと。でもばあちゃんって何やろ、料理めっちゃうまいよね。ばあちゃんね、どのばあちゃんも、ねね、こなしてきた家族の量が違うやろうからね。家族がもうですよ、ね、子供たちもいっぱい、兄弟もいっぱいやったから、うん、ばあちゃんは偉大や。はい、子供先来て。はい、
さあ、たくあんってこうって聞いやでもこういうたくあんもあるよね、半月型の、ね、これぐらいこんな感じ。おっとどうなってんだこれは。あ、この辺よりちょっと中心よりたくあんね。あ、ちょっと食べてみていいですか。あ、食べてみる、はい、じゃあいただきます。おお、いい音。あ、甘い。あ、でも美味しいよ。めっちゃ好きこれえ、めっちゃ好きこれ。そんな言うならあのね、どうだほんと適度な塩分、うんうん、上手に使ってるよねこれ。めっ、あ、取れた。いただきます。素人が一発目にしては、うんうん、いやこれうまいよ。うん、うん、あっさり、うん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 、たくあん、普通のたくあんとはまた違うけど、うん、これ漬物としてはめっちゃうまい、うん、どっちかというと漬物っすね。あ、ね、うん、もうちょい漬物かな。一番似てるのは、うん、あの奈良漬けわかる？奈良漬けの薄くしたような、うんうん、そんな感じが、うん、ちょっとやっぱぬか漬けだからなのかわかんないですけど、ちょっとお酒風味みたいな、うん、なんかね、それもある。ふわっと好きだな。うまい、これ大成功でいいんじゃない？大成功やん、めっちゃうまいよ。うまい、うまい。これはもう大成功でいいんじゃないですか。これめっちゃつまみ。30分後ぐらいにでもいきなりギルッとかならないよねそれはわかんない。まあ、それは素人じゃあ、はい、ということで、はい、大根、漬物にしたら、うん、美味しくできました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。美味しかった、うん、めっちゃ時間かかったけどねこれまでね。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。